どうも、ヨジドです。今回のプロフィール語りは、河野みやこ、みやこということでやっていこうと思います。で、名前が河野みやこ、CV 倉岡みずはということでね、みずはお帰りということで ね本当にね、帰っていてよかったですね。みずはね、これからもね、健康に気をつけてね、もうニコニコフェイスで頑張っていってほしいなって思いますね。で、なんか握手、俺、自分が、初めて握手したのが、みずはだったんですよね、握手会で。うん。たまたまなんですけど、なんか、すごく、いいニコニコフェイスだなって思いましたね。本当元気になるというかね、うん。まあ、クラテンとかでもそうですけども、本当おしゃべりが上手というかね。なんか一緒にいるとね、笑顔になるというか、そういう子ですね。で、誕生日が12月20日ということでね、再来月か、のね、誕生日が、誕生日企画が12月ということでね、宮子なんですね。もう楽しみでしかないですね、本当に。うん。で、年齢が17歳ということでね、まあ、お姉さんに入る部類ですね。麗華様とかと同じですけど、まあ、ニコルにあんなにビシバシやられてますよ。年下なんすね。まあ、もうそこは関係なくで、ね、まあ、ズバッとね、言わなきゃいけないとき言わないといけないですね。それはね、もう仕方ないですね。で、身長が155センチということでね。まあ、どうなんでしょうね。まあ、平均、女の子の平均というか、うん、まあ、そんな感じなんでしょうかね。うん。なんか、こう見ると結構小柄に見えますよね。写真で見ると。うん。で、血液型が A 型ということでね。まあね、申し訳ないですけど、結構なんか大雑把というかね、そういう感じがもうするんでね、なんか大型に見えたんですよ。A 型なんですよ。結構几帳面な性格っぽいですね。で、出身地が大阪ということでね、まさに関西弁、まあ見てる通りの、ね、関西人ですからね、大阪でみたいな感じでね、うん、そうですね、大阪しか言ってないですよ。で、ペンライトがオレンジということでね、オレンジね、すごくね、素敵ですよね。うん、ね、なんでしょうね、オレンジレンジみたいな感じです。違う、ごめんなさい。ごめんなさい。座右の銘が、笑う方では福来たるということでね、本当になんか、常に笑ってますよね。笑って前向きというか、そういう感じですかね、この子は。うん。で、特技はお好み焼きと、服飾ということでね、全国ソーイングコンテスト上位入賞ということでね、本当にここに、A 型というかね、手先の器用さが、くっついてくるというかね、全国に上位入賞する腕前すごいっすね。うん。で、お好み焼きということでね、常日頃ですよね。何かの打ち上げがあるたんびになんか、お好み焼きを作ってるイメージがありますからね、宮子は。うん。でね、かき氷というかね、あの、七時のエンジンもそういう感じですからね、お好み焼きが来ています。で、将来の夢が、有名になって行方知れずの父親を探し出すということでね、これは本当にアニメのエピソードでもありましたけども、そうですよね、お母さんがすごいですよね。腹違いの兄弟が何人もいるみたいな感じでね、全部、お母様が引き取ってみたいな感じなんでしょうね。なんで行方知れずなんですかね。この現代の日本で行方知れずなんて、そうするとあり得ることなんでしょうかね。うん。本当にね、あの、有名やって お父さんがね、出てくる、ね、探し出せることを願うばかりですよ。で、好きな食べ物がお好み焼きとたこ焼きということでね。まあ、お好み焼きもそうなんですけども、じゃあなんでたこ焼き作んないんだっていうことになりますよね、家で。うん。タコパとかいろいろあるのにみたいな感じなんですけど、なんかね、アニメで語られてましたけど、あ、たこ焼きは苦手みたいですね。なんかこう、ああいうちまちましたのは苦手なんでしょうかね。うん。お好み焼きにバーっていかない、いけないから。そう、ちまちまね、針でなんか、ああやって、シャ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 ってやるのは、苦手なんでしょうかね。でも服飾得意だからちょっとなんかそこは矛盾に生じますけど、まあいいでしょう。うん。で、苦手なものが気持ち悪い生物、毛虫、蛇など、あとは沈黙ということでね、沈黙は苦手、うん、そうですね。沈黙ってなんかリアルメンバーだとなんかサリーが苦手みたいなことを言ってましたね、クラテンで。とにかくなんか、沈黙するのが嫌いだからすごく喋っちゃうみたいなね、感じで。なんか計算中でも、まあ、最初みんなバラエティ慣れてなかったから、結構沈黙することが多かったらしいんですよ。で、そこでそういう耐えられないから、結構まあサリーがブワーって結構喋ったら今のあのキャラクターになったみたいな感じのことを話されてましたね。まあ、これはサリーのエピソードなんですよね。で、まあ毛虫ヘビ、うん、毛虫嫌ですよね。気持ち悪いもん、本当に悪いけど、うん、毛虫というかね、僕はあのワーム系がすごく苦手なんでね。
気持ちはすごくわかりますね。で、趣味が、お笑い番組を見ることということでね、まあ、水飯自身もなんか深夜の関西の深夜番組を見ることがなんか趣味みたいなことで、ね、言ってましたけども、で、そのことでなんか鷲崎さんともね、結構話が盛り上がってましたね。うん。水飯自身はね、なんかね、大阪の女やみたいなこと言ってますけど、そこで突っ込んでね、本当にね、出身、滋賀なんでね、滋賀県出身なんで、彼女は。うん。琵琶湖ですね、だからね、なんか萌えちゃんともね、琵琶湖の水止めたのかみたいな喧嘩とかしてるんですかね。もうよくわかんないけども。で、最後の3行ですね。なにわのおしゃべりガール、陽気で明るい、コテコテの関西人で、ボディや突っ込みには、ごめんなさい。読めない。ごめんなさい。7人兄弟長女なのもあって、面倒見がいい。得意よりは好み焼き、特技は裁縫ということでね。うん。ごめんなさい。ちょっと、一カゴ?なんだこれ。ごめんなさいね。ちょっと、後で出します。そうですね。まあ、特技が裁縫、陽気、7人兄弟長女。7人兄弟の長女ってすごいですよね。面倒見がいい。うん。なんかこれはなんかメンバーなんかエピソードとか見てても思いますね。やっぱりなんかゆいちゃんと喋ってると弟と喋ってるみたいだわみたいなことを言ってて、やっぱりなんかじゅんとゆうきとみやこでなんか3人でいるとなんかやっぱりなんか兄弟というか姉妹というかいろんな見方が見えますね。はい。もうみやこはね、そう、7人にとって必要な存在ですから、もうミザもそうですけども、本当に帰ってきてね、良かったなって思いますね。はい。